アレン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万6331人であり、2000年の10万8473人から2.0%減少した。軍庁所在地はライマ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アレン軍はライマ大都市圏に属し、 またライマ・バンワーとワーパーコネタ広域都市圏を構成している。軍名は、米英戦争のフレンチタウンの戦いで部隊を率いている時に戦死したジョン・アレン大佐にちなんで名付けられた。ただし、アメリカ独立戦争の軍人であるイーサン・アレンにちなむという説もある。ジョン・アレンにちなむという説の証拠の方が多く、オハイオ州議会をして、その宣言をさせることになった。 1848年に行われたアレン軍周辺の再編成1795年に結ばれたグリーンビル条約の規定に基づき、オハイオの北西部はインディアンのために留保されていた。このために1817年のモーミーラピッツの条約が結ばれるまで現在のアレン軍がある地域にはヨーロッパ系開拓者が入れないことになっていた。このモーミーラピッツの条約により、 小人族はワーパー小ネタの居留地と現在では小2軍区の大半となっているオタワ川沿いのホッククリーク居留地を割り当てられた。これにより1820年3月1日にはオハイオ州議会がアレン軍など14軍を創設できることとなった。アレン軍の領域はサズで横軸の5から8、縦軸の3から6と定義された。アレン軍内で 最初の高級的な開拓地ができたのは1824年のことであり、クリストファー・エースウッドとその家族がバス軍区の第7区に入植した。バス軍区の組織はアレン軍自体の組織の前身となったものであり、最初の軍区集会は1829年3月2日に開催された。同年2月12日、衆議会の法令により、軍の町のための土地が取っておかれた。 ウッドがアレン軍の軍長所在地を置く場所を決定する委員に指名された。町の支配人として指名されたウッドは1831年3月3日に決定を下した。ウッドはバス軍区の第31区で販売する土地の区画割りを行った。この区画は同年4月20日に登録され、来馬市の始まりとなるものを作った。アレン軍自体の組織は、 1831年6月6日に開催された軍政委員会最初の会合から始まった。この会合には、委員のジェームズ・ダニエルズ、ジョン・ジー・ウッド及びサミュエル・スチュワートが出席した。また軍監査官のウィリアム・ジー・ウッド、財務官のアダム・ホワイト、保安官のヘンリー・リッピンコットも出席した。1831年8月に最初の軍政議会が開催され、 非公式会期の中で出席議員が帽子から名前札を引く形で議員の名前を選んだと信じられている。この集会は現在のマーケット通りに近くオタワカーギ市にあったジェームズ・ダニエルズのマルタ小屋で開催された。モンゴメリー軍のパトリック・ジー・グッドがこの会期の特別検事会となり、ライマという名前を提案したものとされている。ライマはペリューの首都リマから来ており、 グレートブラックシッチ地域で流行っていたマラリアの特効薬であるキニーネの産地だった。1831年6月6日の軍政委員会で2番目の軍区であるジャクソン軍区の創設が承認された。1832年、ホッククリーク居留地に住んでいた者たちを含め、承人族はカンザス州東部に移住させられた。彼らはその土地に対して15年年付で3万ドルを 受け取ったが、当時20万ドルの価値はあったと推計されている。小児遺族はほとんど食料もないままで、新しい居住地に到着し、即座にこれらの流行に見舞われることになった。ライマは1841年に村として設立され、1842年3月29日にはライマの町が組織化された。ヘンリー・デビリアーズが初代市長に選ばれ、 エーモスクラッターが初代長保安官に選ばれた。1848年、アレン軍の領域は南部からオーグレーズ軍を創設させるために修正された。縦軸南に横軸7、横軸南に縦軸8、横軸南に縦軸5の南半分、横軸南に縦軸6の南半分がパットナム軍からアレン軍に移管された。 バンワート軍とマーサー軍の一部もアレン軍に移管されてスペンサー軍区及びマリオン軍区の一部となった。1853年アレン軍とパットナム軍はパットナム軍が失った土地について現金での保証に合意した。このアレン軍領域の変更についてはいくつかの実際的な思惑があった。軍庁所在地であるライマ市が軍の北部にあったものを 軍の中央になるようにした。軍西部には1845年に完成していたマイアミアンドエリー運河のかなりの部分が入った。この再編で1844年に設立され、運河沿いにあったスペンサービルの町が軍域に入った。また、ブラフトンの町も軍域に入った。1885年来まで石油が発見された。このことで、 軍内に後継気が始まり、1910年の後まで続いた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は406.85平方マイルであり、このうち陸地402.50平方マイル、水域は4.35平方マイルで、水域率は1.07%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アレン軍で注目すべき年間行事は軍祭である。1851年から毎年8月にライマ市で開催され、オハイオ州西部では最も有名な農業関連の祭りになっている。2005年には22万人の観光客を集め、展示側にはほぼ3000人が参加し、州内最大規模となった。1980年代から1990年代には、 全国的に名の売れた有名人を呼んだこともあり、また祭司広場をかなり改修したことと組み合わされ、過去20年間にわたって、監修と評判の増大を生んでいる。アレン軍の軍区アレン軍図、アレン軍は、下記12の軍区に分割されている。ありがとうございます。